こんにちは。プロスペースを巨人純正でやっています、ペイです。先日の更新で、ついにやってきました。2023年グランドオープン！いやー、ついにグランドオープンがやってきましたね。最近少し下がっていたモチベーションもまた上がってきました。グランドオープンしたということで、同時に S ランクの選手が4人追加されたわけなんですが、それだけでなく A ランクから D ランクの選手まで追加されています。知っている方もかなり多いと思いますが、その下位ランクの選手たちは S ランクから一定のステータス分能力が下がって登場しているので、 S ランク登場時の能力がもうすでに予測できちゃうんですよね。ということで今回の動画ではグランドオープンで登場した巨人全30選手の能力解説をしていきたいと思います。ちょっと長い動画になるかもしれませんが、シリーズ1の巨人の選手の能力が全員わかりますんで、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではプロスペースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。ではまず S ランクから、覚醒の浅野選手から行きましょうか。例年通りグランドオープンと同時に覚醒ドラ1が登場しました。弾道中弾道、ミート57、パワー66、走力74の完全走力型で登場しました。守備はメインがセンター、限界突破次第でレフト、ライトを守らせることが可能です。裏捨ては肩が強いですね。そして特能は超粘り打ち、固め打ち、初球となっています。弾道は個人的には高弾道、そして特能に広角打法を予想していたんですけどね、ちょっと夢を見すぎました。スピリッツ的には4200で、2009年日本代表セレクションの阿部さんや最近登場した侍ジャパンと同等のスピリッツになってくるので、極みにできればリーグオーダーに入ってきそうです。では次に通常 S ランクの選手に行きましょう。まずは坂本選手ですね。弾道は高弾道、ミート78、パワー75、走力74で登場しました。シリーズ2からはパワーマイナス2、走力プラス1されています。まあ残念ですけど、順当な能力査定ですかね。称号でミート A、またはミートパワーの同値が可能ですね。守備は守備適性がマイナス1、補給がマイナス9、スローイングもマイナス6と結構下げられちゃってます。まあこれもしょうがないですかね。むしろショート適性 B が残って御の字って感じですかね。特能は選球眼がチャンスに変更になっています。特能はね、今までの中でもかなり強い部類に入るんですけど、ステータスは打撃も守備もだいぶ弱体化されてしまいましたね。そしてこの坂本選手は2022シリーズ2のアニバーサリー版でミートパワー AA が決まっている方もいると思うんですが、その坂本さんから継承するのを悩むっていう方が多そうですよね。個人的には少なくとも過去シリーズを含めてやっぱり2体持ちはしたいかなと思っています。残念ながら坂本さん能力はだんだん下がっていく一方だと思いますから、自分が持っている一番能力の高い坂本さんと最新版をどんどん継承していくような坂本さんの2体持ちがいいんじゃないかなと思っています。 S ランク2人目は高梨投手。能力は9位78、制球68、スタミナ61となっています。9位プラス1、制球マイナス1されてますね。称号で9位 A がつきやすくなりました。正直成績的には9位デフォルト A でもいい気がするんですけどね。やっぱりワンポイントリリーフでの起用されることが結構あるので、そういうところが査定に響いてんのかなって思いますね。球種は特に変更がありません。相変わらずリアタイで待ってくれそうな能力です。特能は脱三振から対左打者に変更になっています。相変わらずの超大ピンチ持ちです。そして S ランク3人目は開幕投手に指名されたビーディ投手です。いやー、グランドオープンから新外国人の登場は激アツですね。能力は9位73、制球70、スタミナ65となっています。称号で9位制球の同値が可能ですね。そして球種なんですが、今回のグランドオープンから追加となったナチュラルシュート、通称ナチュシュート、第2球種にツーシームを持っています。
いや、これえぐいかもしれない。そしてこちらもグランドオープンから追加となったパワーカーブ、これはおそらくナックルカーブと同じ回転でしょうから結構強いですし、純正のリアタイでは使えてきそうです。上方向の吸収だけでいけば阪神の藤浪投手と同じですからね。うわー、これは早く使ってみたい。そして特納は超綺麗20丸、剛速球伸びとなっています。さすがにタイピンチはなかったですね。全体的な能力はちょっと低めですが、開幕投手に指名されてますし、今後の活躍と能力アップに期待しましょう。ここでちょっと補足なんですが、ナチュラルシュートの回転ですね、以前のストレート表記でシュートしていたものと違うようです。まっすぐの回転のままシュートするみたいでして、今までよりはツーシームとの見分けがしやすいみたいです。なので残念ながらそこまで強くないかもしれません。それよりもパワーカーブが結構強いみたいで、カーブ回転で D カーブと同じような軌道になるみたいです。とりあえず早くゲットして使ってみたいなと思います。そして S ランク最後はブリンソン選手。いやー、こちらもねグランドオープンから出してくれてめちゃくちゃ嬉しいです。能力は弾道中弾道、ミート61、パワー71、走力80となっています。いやー、高弾道でよかったんじゃない。あと走力 A ってのはびっくりですね。そして守備はメインがセンターで、限界突破4回でレフト、ライトを守らせることが可能です。捕球は低いんですけど肩は強い。そして特能が超走塁20丸、粘り打ち、レーザービームとなっています。巨人では貴重なデフォルト走力 A の選手になってきます。こちらもビーディ投手と同様に開幕スタメンが濃厚ですので、今シーズンの活躍と能力アップに期待しましょう。続いて A ランク、知っている方がほとんどだと思いますが、 A ランクの選手は表のステータスプラス10、守備適性プラス5、裏ステータスをプラス3することで S ランク登場時の能力を予想できます。もちろん登場時期が遅くてその時点ですごい活躍をしているっていうことがあったりすると能力が変わることもあるんですけど、だいたい下位ランク能力から S ランク登場時の能力が予測できます。ということで S ランク換算時の能力で見ていきましょう。まずは中田選手、 S ランク換算時の能力は弾道パワーヒッター、ミート70、パワー79、走力52となります。シリーズ2からはミートプラス1、パワープラス2されてますね。称号でパワー A が可能です。守備は守備適性が68の C、 捕球が66の C で若干下げられちゃってますね。スローイングは若干強化、権力は変わらずといった感じです。それでもギリギリ特殊でファースト適性 B は可能です。第一特能も変化なしですね。 A ランク2人目は今村投手。残念ながら開幕2軍がほぼ決定してしまいましたが、結構な強化が入っていますね。 S ランク換算時の能力は球威74、制球68、スタミナ69となります。シリーズ2からは制球マイナス1になっていますね。適性は先発適性が C から F になっちゃってます。球種ですが、まず球速が全体的に2キロ速くなってますね。これもでかいんですが、ツーシームが D から C に強化されてます。まだちょっと変化量をチェックしてないんで何とも言えないんですが、変化量が大きくなってるのは間違いないんで、これはかなりいい強化をもらいましたね。カットボール1も変わらずです。そして特能も強化されていて、第一特能が超奪三振から超キレに変更になっています。これは早く S ランクが登場してほしい。 A ランク3人目は菅野投手です。 S ランク換算時の能力は球威78、制球83、スタミナ82となります。称号で全動値ができなくなっちゃいましたね。一応称号でオール A かつ制球スタミナ動値っていうところは可能ですね。球種はナックルカーブがパワーカーブに変更になっています。ストレートの球威も下がってますね。第二球種ではフォークの変化量が5から4に下がっちゃってます。開幕投手の予定だったんですけどね、現状肘痛の影響で調整に入ってしまったんですよね。まだまだ頑張ってもらえないと困る投手の一人ですから、復活に期待しましょう。 A ランク最後はウォーカー選手です。 S ランク換算時の能力は弾道高弾道、ミート72、パワー80、
総力76となり、シリーズ2からはパワープラス1されて、デフォルトパワー A になりました。守備では権力がマイナス8されていますね。第一特能は変わらず超広角打法になっています。ウォーカー選手もね、残念ながら開幕2軍が決定しちゃってるので、ここから這い上がって去年みたいな活躍をしてほしいですね。では B ランクに行きましょう。 B ランクの選手は表のステータスプラス15、守備適性プラス10、裏ステータスはプラス6することで S ランク登場時の能力を予測できます。 B ランク1人目は小林選手ですね。 S ランク換算時の能力は弾道低弾道、ミート56、パワー55、総力54となります。シリーズ2からはパワーマイナス2されてますね。称号でミートパワーの同値が可能です。守備適性、権力に変更はありませんが、補給、スローイングがそれぞれマイナス3、マイナス8されちゃってます。こちらもだんだん能力が下げられちゃってますね。特能は超保守20丸で変更なしですね。果たしてサプライズはついているのか。 B ランク2人目は増田陸選手です。 S ランク換算時の能力は弾道高弾道、ミート61、パワー70、総力75となります。シリーズ2からはミート、パワーともにプラス1されています。守備適性はいろいろ変化していますが、サード、セカンド適性が下がって、レフト、ファースト適性が上がって、ライトの適性が追加されたといった感じです。リアタイの第3セカンドとして起用するかもしれないと思っていた自分としては、このセカンド適性が下がったのはちょっと痛いですね。第1特能は初球から粘り打ちに変更になっています。 B ランク3人目は堀田健信投手です。 S ランク換算時の能力は球威68、制球60、スタミナ62となります。シリーズ2の覚醒で登場したものと全く変化なしですね。球種は若干の変更点がありますね。第1特能は伸びて変更がありません。昨年は初勝利したものの、その後はなかなか続かず2勝止まりでした。今年はまだファームでも投げていないのかな。ちょっと心配ですね。早く復帰してほしいです。 B ランク最後はロペス投手です。今季からの助っ人外国人になります。 S ランク換算時の能力は球威72、制球60、スタミナ61となります。球種はグランドオープンから追加の新球種マッスラ、高速スライダー、縦スライダーのスライダー3種持ちです。まああんまり意味ないですけどね。第2球種にカットボールやツーシームがあればリアタイで一気に化けそうな投手ですよね。特能は超剛速球となっています。大勢投手につなぐ8回を担当してくれそうな投手ですので、活躍と能力アップに期待しましょう。では C ランクに行きましょう。 C ランクの選手は表のステータスプラス25、守備適性プラス15、裏ステータスはプラス9することで S ランク登場時の能力を予測できます。 C ランク1人目は中島選手。 S ランク換算時の能力は弾道高弾道、ミート67、パワー66、総力54となります。ミートマイナス3、パワーマイナス1となっていますね。称号でミートパワーの同値が可能です。守備は変更がありませんでした。特能は C ランクなので登場するまでのお楽しみですね。まあ超広角打法はあるでしょうね。この中島選手、今季指の骨折をしてしまって、もう今年厳しいかな、最悪引退かななんて思ってたんですけど、もう2軍戦に出てるんですよね。早く1軍に復帰してぜひ2000本安打達成してください。続いて C ランク2人目は新キャプテン岡本選手です。 S ランク換算時の能力は弾道アーティスト、ミート69、パワー83、総力60となります。シリーズ2からはミートパワーともにマイナス1されちゃってますね。問題の守備ですが、サード適性は70の B、ファースト適性は63の C となり若干下がっちゃってます。まあサード適性がギリギリ B をキープしてくれたのは良かったですね。裏ステータスは補給がマイナス2されています。まあ守備は妥当な査定なのかなといった印象ですね。ただ今年は体も絞ってWBC では大活躍してくれましたし、動きもかなり軽快でしたからね。シーズンでも大暴れしていただいて、表のステータスはもちろん守備ステータスの強化にも期待しましょう。 C ランク3人目は重信選手です。 S ランク換算時の能力は弾道グラウンダー、ミート58、
パワー60、総力80となります。シリーズ2からはミートマイナス3、パワーマイナス1されています。守備では適正に変化はなく、捕球とスローイングが強化されていますね。 C ランク4人目は直江投手です。プロスペースでは初登場となります。 S ランク換算時の能力は球威71、制球60、スタミナ60となります。球種はこんな感じでオーソドックスな球種してますね。中継ぎでの起用が期待されている投手です。 C ランク5人目は山崎伊織投手。 S ランク換算時の能力は球威72、制球76、スタミナ73となります。シリーズ2からは制球プラス1、スタミナプラス2となっています。称号で球威制球の同値、または制球スタミナの同値が可能です。球種の変更や球威、変化量に変化はありませんが、球速が全体的に2キロほど速くなってるんですよね。現状まだ2軍ですが、絶対1軍に必要な投手なので、這い上がってきてローテに入ってきてほしいですね。 S ランク6人目は大勢投手です。 S ランク換算時の能力は球威81、制球76、スタミナ64となります。シリーズ2からは球威プラス2、制球プラス5となっています。球種はストレートがナチュシュになっていますが、もともとシュートしてたので名称が変わっただけですね。フォークの変化量も4から5に上がっています。 WBC でも素晴らしい投球をしていましたし、今年も絶対的な守護神に期待しましょう。 C ランク7人目は赤星投手です。 S ランク換算時の能力は球威71、制球69、スタミナ72となります。シリーズ2からは制球プラス1、スタミナプラス2となっています。称号で全動値が可能ですね。球種、変化量、球速に変更はありません。今年もね、オープン戦で素晴らしい投球してたんで、シーズンでの活躍とさらなる能力アップに期待したいところですね。 C ランク最後は菊池投手です。 S ランク換算時の能力は球威74、制球65、スタミナ58となります。シリーズ2からは球威プラス2、制球がマイナス3されています。球種では縦スライダーの球威が C から B に強化されています。スローイング G はイップスがちゃんと査定されてますね。では D ランクに行きましょう。 D ランクの選手は表のステータスプラス30、守備適性プラス20、裏ステータスをプラス10にすることで S ランク登場時の能力を予測することができます。 D ランク1人目は丸選手です。 S ランク換算時の能力はミート76、パワー80、走力74となります。シリーズ2からは能力変更なしですね。称号でパワー A は崩れてしまうんですが、ミートパワー同値が可能です。コンタク地獄はまだ続きそうですね。そして守備、今年からライトを守るということで、プロスピエスでもメイン適性がセンターからライトに変更されています。ライトの守備は C の60なので、そこそこ無難に守ってくれそうです。ただセンターレフト適性がともにマイナス2されてしまって、ついに特殊してもセンター適性 B に届かなくなってしまいました。これは痛い。 S ランクが登場した際にまた話そうと思いますが、2体持ちを検討した方がいいでしょうね。 D ランク2人目は吉川選手です。 S ランク換算時の能力は弾道中弾道、ミート77、パワー67、走力79となります。相変わらず弾道は中弾道から変わらず、ただパワー走力がともにプラス1されています。称号でミート A が可能ですね。守備ですがセカンド適性裏ステータスに変更はありません。ショート適性がプラス1となっています。今年こそ首位打者絶対獲得してください。そして弾道ライドラ広角になってください。 D ランク3人目は畠投手です。 S ランク換算時の能力は球威76、制球71、スタミナ73となります。シリーズ2からは制球マイナス2となっていますね。称号で球威スタミナの同値が可能です。適性は先発適性がなくなってしまっています。球種の球速、球威、変化量に変更はありません。 D ランク4人目は松原選手です。 S ランク換算時の能力はミート70、パワー67、走力79となります。昨年のシリーズ1と比較するとミートマイナス5、パワーマイナス3、走力プラス2となっています。守備適性は少し低下して、裏ステータスは少し上昇しています。一昨年の
チーム首位打者の力をもう一度見せてほしい。 D ランク5人目は桑原投手です。 S ランク換算時の能力は9位71、制球75、スタミナ63となります。シリーズ2からは9位マイナス2となっていますね。称号で9位制球の同値が可能ですが、称号の難易度はだいぶ上がっちゃいましたね。適性は先発適性がなくなりました。球種はまず球速が全体的に 1,2 キロほど速くなっています。第2球種のスライダーの球威が F から E に変更になっていますね。 D ランク6人目は大城選手です。 S ランク換算時の能力は弾道高弾道、ミート67、パワー73、走力56となり、ミートパワーともにプラス3されています。ミートが上がったんですが、その分パワーも上がっちゃったんで、ミートパワーの同値はまだできないですね。残念。守備はファースト適正がマイナス3、補給がマイナス2されています。今年は捕手のベストナイン頼んだぞ。 D ランク7人目は WBC マジでナイスピッチングの戸郷投手です。 S ランク換算時の能力は9位77、制球74、スタミナ79となります。シリーズ2からは9位プラス1、制球プラス5、スタミナプラス2されています。だいぶエースらしい能力になってくれましたね。称号で9位制球の AA 同値が可能です。そして適性は中継ぎ適性が消滅しちゃってます。 WBC の起用はどうなったんですかね。球種は球速が2キロほど下がっちゃってます。今年はエースとして巨人を優勝に導いてください。 D ランク8人目は井上温人投手です。 S ランク換算時の能力は9位72、制球73、スタミナ60となります。シリーズ2からは9位マイナス1されています。称号で9位制球の同値が可能ですね。適性は中継ぎ適性が C から E へ変更になっています。球種はいろいろ変わっていますね。まず球速が4キロほど速くなっています。スライダーがカットボールになっていたり、サークルチェンジ、スラーブ、フォークが追加されています。昨シーズンは初勝利を挙げて、今年は左のエースとして活躍が期待されていたんですが、肘の状態が良くないということで現在の状況は不明ですね。早い復帰を期待しています。 D ランク最後は中山ライト選手。 S ランク換算時の能力はミート54、パワー56、走力74となります。昨年のシリーズ1からは能力の変更はありません。守備はショート適正が58の D、 セカンド適正が C の63となり、だいぶ強化されてますね。今年はオープン戦からパワーアップしたところを見せてくれてましたから、今後の活躍に期待しましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はグランドオープンで判明した巨人全30選手の能力解説をしていきました。個人的にはグランドオープンで新外国人であるブリンソン選手やビディ投手、ロペス投手の3人がちゃんと追加されているのが嬉しかったですね。まだ登場していないグリフィン投手やメンデス投手などの新外国人選手、今シーズン巨人に復帰した長野選手や移籍してきた松田選手、オコエ選手、新戦力の門脇選手など、まだ登場していない有力な選手がいっぱいいますから、能力査定も非常に楽しみですね。皆さんは今回のグランドオープンの能力査定はどのように感じましたかね。個人的には結構妥当な査定だったんじゃないかなと思いました。あとは早く不具合を直してガチャを引かせてほしいです。ということで今回の動画は以上。今回の動画が少しでも面白かった、ためになったと感じていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。